はようございます、今日はですね飯能市阿賀野に来ています、今日は、トレイルランニングをしに来ました。前回はもっと長い距離走ったんですけど、今回はちょっと短めの距離を、まあ、短めといっても3時間4時間ぐらいかかるんですけど、はい、それを、走ってみたいと思います。おめっちゃ急。始まってまだ序盤なんだけど、すげえきつい。はい、前坂、ここで大体3分の1ぐらいじゃないですか。はい、3、40分走ったんですけど、ようやく、3分の1ぐらいまで来ました。いやー、なんかね、序盤がもうね、急な坂すぎてきつすぎて、まあでも徐々に慣れてきたって感じかな。まあ、一緒に走ってる人はもう気違いな人なんで多分余裕だと思うんですけど、僕からしたらちょっとややきつめって感じです。あと3分の2頑張ります。どういくの新しいと思う？これ狙う音源、俺これ間違えたんじゃないかなって気がする。ちょっと待って、ここか。これ間違えたら結構きつくない？どう行く？あなただったら。いや、わかりませんよ。ネナゴン県に行きたい。これこのヒントからネナゴン県って どこ行けばいいかねって言う。ほら、ネナゴン県、ね、そう、これだね。で、ちょっと進んでみて、自分で。俺と同じ方向に進むかどうか。こうでしょ。違う？俺はそれやって失敗したんだと思う。そっち行ったら全然違う方行ったから。道南とか山っていうわけなわかんない山行っちゃったんだよ。じゃあこっち？いや、こっちに道なくね。もうクモの巣だよ。そう、クモの巣。出といて出といて。出といて。うわ、うわ、すごいねこれ。まあ誰も通ってないんだな今週。無理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 。うわ、GoPro についた。マジで？うわ、おお、景色いいね。なんかちょっとよくわかんないけど、まあ行ってみます。迷ったんですけど、道間違えたんですけど、めちゃくちゃなんか工事現場なのかな。めちゃくちゃ景色いいですね。いやー、間違えてよかったっす。いや、なんとかた
正しい道に行ってると思うんですけど、あもうだいぶ先行っちゃったな。まあなんかやっぱ登山っていいっすね。なんかストレス解消法って、まあ、人それぞれあると思うんですけど、なんか自然と触れ合うのが一番ストレス解消になるってなんか科学的に証明されてるらしいです。なので走ることっていうのはストレス解消になるし、さらに自然とこうやって触れ合うことのできるトレイルランっていうのは最大のストレス解消かもしれないですね。急すぎない？いや急すぎるわ。おー増えてくるんだよ。ドームのために。え、ここが何？幽霊スポット？違う違う。道南とか山が幽霊スポットだったって。そこに回り込んじゃって、ひどい目になった。ひどい目になったらしいですよ。よかったです。はい。はい、今半分ぐらい、半分ちょいか、半分ちょいぐらい来ました。いやーすげえ急な崖だよね、あれあったんですけど、なんかすごい怖いの見つけましたよ。山の霊、山霊、怖いですね。なんか不気味な感じですけど、まあでも景色はいいですね。うん、よし、後半頑張ります。きついよ。根の根源に着きました。根源か、ゴールですか、これ。ゴールっちゃゴールです。まあ3時間ぐらいか、3時間ぐらいです。2時間17分そんな早い？もうなんか焦点があります。こんにちは。カメラマン？カメラマンです。全然違います。すごい。モデル映ってるんだ。モデル。モデルさんで。モデルでいないだよ。男のモデル。モデル。男のモデル。モデルちょっと大変だよ。大変ですね。おなんかプリってことある。本当ですか。モデル。あ、僕ないです。僕。
ウーレちゃんの登ってるとき、木登ってるから。大体。すごい。なんか、いろんなもの売ってますね。いろんなもの売ってますね。いろんなもの売ってよ。イナゴだ。イナゴ食べて美味しいから。今度は晴れるからさ。気持ちよくなる。ありがとうございます。はい、無事にトレイルラン終わりましたって言っても、ランつってもね、全然、まあ、今回走ってないんですけど、半分ハイキングみたいな感じだったんですけど、まあ、あの自然にねだいぶ癒されました。はい、次回はねちょっともうちょい長い距離走ろうかなと思って今日はちょっともうね雨降ってくるしいっかな。まあ、次回はちょっと長い距離走りますんで、はい、交互期待ということで、はい、ということでこれから下山します。はい、どうもありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、じゃあそれでは皆さん、久々の夢ポーズいきます。せーの、ニンニン、またね。クン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 。